30年前、金属でできた奇妙な飛行船がこの地に飛来した。乗員の正体も目的もわからなかった。友好的だった彼らは非凡な技術を俺たちに分け与えてくれた。ヘリオンは栄えた。一時的に。ある日突然、俺たちは見限られた。奴らの先制攻撃により、ジュノールは一夜にして跡形もなく消えた。俺たちは己の無力さを思い知らされた。残った国々はコンソートの機下に入った。奴らに対抗するにはそうするしかなかった。無数の犠牲と無意味な虐殺に何年も耐えた後、形勢が変わり始めた。俺たちに希望が戻り始めた。でも敵はまだ切り札を用意していたんだ。腐食病だ。バカでかい両手剣か。まともな人間ならそんな武器は選ばないだろうな。英雄症候群の危なっかしいガキってとこだな。それかなんか別の症候群か知らないけどよ。お前ならそいつを持ち上げるのがやっとだと思うぜ。そん時にはすでに敵に刺されてるだろうけどな。オルド、この剣に打ちのめされたら、静かにしてくれるか。んじゃ、勝負だな。さすがね、二人とも。そろそろ倉庫の整理を手伝ってくれない？兵士がすることじゃない。もう、罰は連帯責任なのよ。あのな、シル、それはお前がみんなの前で司令官に歯向かったせいだろうが。やめてよ。私たちはそのうち全てを分かち合う仲じゃない。夫婦として
うわ、お前まだ彼女面してんのかよ。ダリオンに興味ないって言われてただろ。形勢逆転したのよ。ねえ、私に押し付けてないで手伝ってよ。形勢逆転？何があったんだ？はいはい、また無視ね。ダリオンがデートしてもいいって。もういいや。はあ？いつ？参ったな。デートは賭けに負けて、その罰ゲームだ。罰ゲームじゃないわよ。1時間もデートすれば私に続婚よ。次は自分から誘ってくるわね。ヒュー、祝いの用意でもしておくか。おい、変に期待するなよ。みんな、ここにいたのか。キノ、手紙を持ってきた。サンドイッチは？ないよ。使えないわね。これはオルド宛てだ。お？それからダリオンにも、妹さんからだ。どうも。悪いが、これで終わりだ。でしょうね。外は寒くてな、休ませてくれ。急いで司令部に戻るなんてごめんだね。今はみんなピリピリしてるんだ。なんで？さあな。まあ最近脱走するやつが多いしな。脱走兵への処遇なんてどうせ決まってるくせによ。大規模な反撃の準備をしてるらしい。実行日までは知らないが。ダリオン、顔色が悪いぞ。母さんが不織病にかかった。マジか。その、黙っとけ。こういう時は何も言わない方がいい。どうするつもり？休暇を申請しろよ。お前はコラ司令官のお気に入りなんだし、認められるかもよ。もう何ヶ月も認められてない。コラは俺を休ませてなんかくれない。でもお母さんが。分かってるけど、どうすりゃいいんだよ。洞窟が崩れかけてる。走れ。一体ここで何があったんだ。クリスタルは何やってんだよ。嘘だろ。こんな奴とどうやり合うんだよ。ストーカーを送り込んで殺す気なのね。もう終わりよ。もう。いや、まだだ。諦めるな。みんな離れるな。訓練を思い出すんだ。標準人権。ザンドラ、後ろから援護してくれ。いいか、俺たちでザンドラを守るんだ。行くぞ。オルド、間を詰めろ。よし、これでザンドラは安全だ。ザンドラ、詠唱に集中しろ。
聞いてる。続けろザンドラ。了解。シル、狙われてるぞ。攻撃に備えろ。生存者がいないか気をつけろ。クーデルはどこだ。第五部隊は何してんだよ。まだここに来てないなら多分。嘘だ。全滅したなんてありえない。一歩も引かないぞ。
まだ持ちこたえてる。耐えて、お願い。見るな。大丈夫だ。俺から離れるな。誰か！なんだ？戦いに備えろ。心配するな。俺がやる。雷撃だ！効果範囲から出ろ。ない。急いで私を司令部に連れて行け。儀式をしに行かねばならんのだ。アークリッドどもに反撃するために。我らはこの戦争に勝つ。私が勝たせる。さあ、山を案内しろ。今すぐに。俺たちも向かうところだ。そうか。ならば立ち止まっている暇はない。急ぐぞ。反撃？戦争に勝つ？冗談にしては笑えないな。サンクトリウムの司祭の言葉を疑うでない。真の信仰を持たぬ者は神に罰せられるぞ。信仰？信仰だと？オルド、今は抑える。ほら見ろよ。神が助けてくれるってのか。この状況で助けてくれりゃ信じてやるよ。よせオルド、そんな暇はない。神は真実を示されるが、信じぬ者は手遅れになるまで己の愚かさに気づけん。何してる？早く行くぞ。
おい、どうした？来るな！俺に近づくな！そんな…俺だ…腐食病か？私には近づけるなよ。同じ空気を吸うのも避けねば。こいつはここに置いて。落ち着け。そんなに早く感染しない。ただの思い過ごしの可能性も。いや、俺は、俺にはわかる。感じるんだ。頭が侵食されてきてる。奴を殺せ、命令だ。オルドは仲間なのよ。ダリオン、これ以上は抑えられない。殺してくれ。オルド、やれ。俺はそう簡単には倒れないわよ。やっ